喋んなきゃ。今日は公演があるので朝ごはんをしっかりと食べたいと思います。うん、はるか村に引っ越ししてください。寝坊しました。寝坊したんですか？なんかすごいまだ空気が眠ってる感じがする。はるかは起きてるけど、空気はまだ寝るって言ってるから起こさずにいてあげようと思うんですけど、ちょっとここら辺の空気は。おはよう。ここの、えい、おはようみんな。そう、みんな自分の周りの空気を起こしてあげて。徐々にね、急に全部起こしちゃうとあれだから。ハットありがとう。なんかバスセンターのカレー味すごい美味しい。バスセンターのカレーね、いや、そんなに辛くないです。
わさび入ったお寿司食べれます。わさび好きなんです。わさびめっちゃ美味しいよね。なんか本当に美味しくなる。あちかなは無理。やっぱちかなちゃんはね、なんかめっちゃちかなちゃんの話する。ちかなちゃん大好きなの。昨日も配信してる途中にちかなちゃんが来て歌歌おうとしてたんですけど、ちょっとちかなちゃんの前で歌歌うのはちょっと恥ずかしいなと思って、すごく選曲を迷ってね。ゆる公園来る、ありがとうございます。待ってます。ちかなちゃんはママみたい、うん、ママほどしっかりしてないと思う。でもちかなちゃんは料理できるし、うん、でもいいお母さんになりそうだよね。ハートありがとうございます。755のスケジュール丁寧に。そう、なんかママがショールーム勉強したって言ってたんですけど、どうなんだろう。本当にね、なんか本当にママもね、ちょっと、うん、頭はどうなんだろう。ハートありがとうございます。星投げもカウントもありがとうございます。ここは6時40分までです。2枠目です。6時40分までしたら次は7時20分からスケジュール書いた紙ね、そのなんか他の子がね、ちょっとどこら辺にいるかわかんないんですけど、よいしょ、じゃじゃん、ね、場所がなんか定位置みたいになったら、お願いします。今日寝坊してごめん。まあしょうがないな。魚釣りしたことあります。でも魚釣り何、なんかぐるぐる巻くやつじゃなくて、すごい小魚みたいな、近場にいる小魚をなんか引っ掛けるやつ。釣りなのかな、釣りか。ハートありがとう。ハート。ゆる公園今日もおしさい3本持っていく。本当嬉しい。え、おしさい3本持っていくだけではるかのおしさい振らないとかそういうことありませんよね。ちゃんと作ってください。それは誰
るまさんありがとうございます。誕生日一緒？え、ハッピーバースデーが一緒なの？6月26日楽しみですね。ありがとう。じゃじゃん、これはなんかすごい板チョコみたいな、いちご板チョコみたいなの入ってる。すごい美味しい、これ本当ありがとうございます。なんかすごい久しぶりに喋った気がする。ずっと食べてた。ちょっと食べたら喋りますね。うんうん、今6時26分じゃない？うん、うん、あ、もう27分になってた。私6時26分に出会うことがよくあって、私の誕生日は6月26日なんですけど、朝も夜も6時26分って出会うじゃないですか、起きてる時間だし。そう、6時26分なんか6時26分に会うとどうしてもあっって思って、また会ったねってなるんですよ。そう、運命を感じる。なんかやっぱり6時27分とか6時25分より6時26分に会うことが多いような気がする。たまたまこうデジタルの時計を見た時とか。
そうね、今日もハラハナパカーンさせよう、ありがとうございます。ハラハナパカーン、ハラハナパカーン。あ、クマさんありがとうございます。ハラハナの水あるよ日課。そうですね、そう、村民の皆さん、ハラハナをお願いします。ぜひ水やりしてあげてください。なんかすごいさ、こんなに壁と壁の間にいるのに寒いんだね。壁と壁の間っていうか、でもだってさ、人ってこういう壁をさ作ったわけじゃん。しかもさ、階段まで作ったってすごくない？階段の形を決めた人ってさ、素晴らしいと思ったんですね。あ、ピコって暖房、あ、今入れたのかね。え、建物ってさ、すごい。だって一人じゃできないわけじゃないですか。すごいなと思いました。今日はパーティー、すべてを忘れてパーティー、体動かしちゃえパーティー、さあ楽しみましょうパーティー、夜はこれからだよ。てて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 イエーイ。月のうさぎが跳ねて、星の鐘を鳴らしたら、遥か地球の海へ白いクジラが潮吹く。ぴょんぴょん、劇場のステージのまっすぐなところが好きです。まっすぐなもの好きなんだよね。いいことだよね、まっすぐって。曲げない気持ちがあること、いいと思う。すごいね、あの子純粋なの。あるかも、まっすぐ。そう、スピーカーさんもありがとうございます。まっすぐ、スピーカーさん元気かな。元気だよ多分。はるかもちょっと、あ、ちょっとの間1週間くらいかな、会ってなかったんだけど、でもすごいスピーカーさんは元気にすくすく育つ。今日も音を、空気を震わせて音を出すと思います。空気が揺れることによってね、音が出てるんだって。理科の時間で習ったんだけど、なんかちょっと難しかったけど、でも今やってるところよりすごい簡単だったかもしれない。スピーカーの成長、スピーカーも
何年季が入ってくる。それによって音の渋みが出る。わかんないけど、ちょっと今のは適当に言いました、すいません今のはちょっと適当だったんですけど、まあでもそんな感じじゃないかなっていうはるかの考えです。音に深みと味わいがある音になる。そう、渋みきっとあるよね。そう、あると思う。スピーカーさんね、何歳だろうね。はあ、なんかもう私は今日が終わったらまた月曜日になってしまうんだなと。でも別に月曜日が嫌いなわけじゃないんです。ただね、明日は学校。お勉強が難しいよ。誰か変わってほしい。でもみんなもお仕事が大変だよね。そう、雨の日とかだと学校に行くのがなんかもうね、雨の中行かないといけないからさ。頭脳派だから大丈夫。はるかも頭脳派、頭脳派かな。頭脳派だといいな。あと5分です。あと5分やったら次は7時20分からでございます。ついに髪で顔隠しちゃう。まあそうだね、冬休みもうちょっとで冬休みだ。24日の握手会がすごく楽しみです。今日は 22？ え、待って、冬休みもうちょっとじゃん。え、全然大丈夫。私明日学校行きます。大丈夫です。オッケー。え、もうちょっとじゃん。え、全然大丈夫。え、すごい。え、嬉しい。え、待って、すごい元気できてきた。え、元気、待って、元気もりもり、やばい。え、ちょっと待って。え、あ、え、冬休みになる。え、今日も22日でしょ。え、もうちょっとじゃん。え、おやすみ。お年玉もらいたいんだよね、親戚とかから。やったー、元気3分前にしてこんなに元気になっちゃった。え、そうだよね。そうじゃん、全然ね。あと1週間あると思ってた。あと1週間、月曜日が23日24。大丈夫だよ。宿題ですか。宿題、宿題は分かんない。やっていけるか分かんない。宿題はやりますけど、最終日にまた泣きながらやるかもしれないよまあでもそんな冬休みが始まる前にそんなこと考えてられないし、冬休みが始まったらまずクリスマスだよね。お部屋をちょっと片付けてクリスマスプレゼントのお出迎えをしないと。ようこそ大声家はるか村へって言って、サンタさん何くれるかな。はるかは一応
なんか置きテーブル、なんか折りたたみテーブルみたいな、なんかこういうローテーブル、そう、そういうテーブルを持ってなかったので、それが欲しいなっていうことを頼んでみたんですけど、でもサンタさんもさ、大荷物なものはさ、ちょっと重労働になっちゃうからさ、だって世界中を一晩で駆け抜けてるからね、すごいと思う。そう、そんなお忙しいのにさ、はるかにそんな大きいものを渡したら大変だから、もしかしたら違うものになっちゃうかもしれないけど、あと1分だ、皆さんありがとう。次の配信は7時20分からです。今は6時39分かな。あと1分、ありがとうございました。みんなありがとう、またねー。バイバーイ。あ、星ありがとう、星集めしてくるねって、ありがとうございます。あ、でも意外と1分って長いもので、まだまだですね。バイバイ、また後でね。あ、40分になった、バイバーイ。